最上川。もがみ川は山形県を流れる一級河川もがみ川水系の元川。流路延長2 2 9トルは一つの都府県のみを流域とする河川としては国内最長。流域面積は7 0 4 0トルで山形県の面積の約75%にあたる。日本三大急流の一つである。 山形県米沢市の福島県との境にある、東山付近に源を発し、山形県中央部を北に流れる。新城市付近で西に向きを変え、佐田市で日本海に注ぐ。一つの県で源流から川口まで流れる。かつては、旬の道として利用され、内陸部の紅花や米が、佐田を経て主に上方、関西地方に運ばれた。また、 上型から運ばれたとみられる、ひな人形が流域の旧家に多く残されている。なお、埼玉川周雲の難所、御殿、春、三河の瀬は、村山市にある。では国際大の河川である、西条川は流域に有数の国葬地帯を抱える。上流の米沢盆地、中流の山形盆地、下流の庄内平野いずれも屈指の国葬地帯であり。 古くより農業が盛んであった。その中心は稲作であり、すでに奈良時代の和道年間には水稲農耕が行われていたと伝えられている。従って、最上川水系の河川開発は、灌漑を中心とした利水整備が当初の中心であった。鎌倉時代に入り、本格的な灌漑用水整備が始まった。それ以前は河川からの直接的な取水、 または、故障からの飲水で対処していたが、局所的な効果しかなく、広範囲の農地管外を行うためには遺跡による用水整備が必要となった。研究年間、1190年頃、佐賀川,川に建設された二の石が、最上川水系における最初の河川施設であることが、山形県総合学術調査会にって明らかになっている。その後次第に石が、 各河川に建設されていった。庄内地方は1583年の大宝寺吉市、滅亡後、両主の変遷を経て、上杉影勝の領有となった。継承の重心で、東前寺城代の天春景次は1591年、天正19年、西条川の支流である藍沢川と田沢川の交流天流に平田洋を設け、大町までの皇居を改作した。 この皇居は、大町溝と呼ばれ、後の、埼上川疎水の原型ともなった。1600年の関ヶ原の戦いの後、庄内地方は、もがみ義満の山形藩が領有した。義満は、庄内地方の灌え整備を進め、義満配下で、刈川城主の北立と品川1612年、慶長17年に北、北立大関を開作した。北は、 最上川が、庄内平野に出る付近で合流する立屋沢川より、取水し、山陸に沿って森土処理である石台を建設して、低地である、庄内平野に導水して流化させる、溶水路である。この北立大関によって、庄内地方の農地は、急速に拡大し、集落も次第に形成されていった。1622年の最上騒動で、 もがみ氏が開役された後の庄内地方は、堺忠勝に始まる庄内藩が領有し、考え整備は幕末まで庄内藩の下で進められた。一方、山形県内陸地方においては、諏訪関が1615年、慶長20年に、山形藩二代藩主、もがみ家地下の家臣小宅伊勢、2位の泉によって、現在の白鷹町に建設された。これは、 最上川本川に建設された唯一の遺跡であり、これは工術する水運の発達や本川からの自然な取水が当時の技術では不可能であり、支流からの取水が容易であったことが理由とされている。1622年の最上市海域以降の山形藩は幾多の藩主交代を経て次第に商藩化していったため、その後見るべき考え施策はあまりなかった。 現在の米沢市を中心とする老い玉地方には、関ヶ原の廃線によって、合津若松120万国から30万国に減報された、上杉影勝の米沢藩があった。海域こそ免れたものの国高を4分の1に減らされ、かつ、家臣の召し放ちもしなかったため、米沢藩は成立当初から財政難をこむっていた。こうした中で、上杉氏の家臣筆頭だった。 なおえか熱具は、最上側の洪水から、米沢城下を守り、城下町を発展させるため、最上側に、八地河原の石堤を建設し、治水の対策を講じた。この堤防は高さ1.5メートルから1.8メートル、堤防上部幅5.4メートル、堤防下部幅9.0メートルの一室み堤防であった。こうした、治水対策は、米沢藩の重要施策として、 神殿開発と共に推進されたが、こうした施策における、加熱具の役割は大きく、八地河原の石帝は、通称、直江石帝と呼ばれ、遺徳が忍ばれている。その後、米沢藩は徐々に財政が好転するかに見えたが、米沢藩三代藩主、上杉綱ぎの急死により、室町以来の名家は、お家断絶の危機に陥った。義の子を末期とすることで一件は、 落着し、四代藩主、上杉綱則が修復したがその代償として、米沢藩は陸国立軍、忍部軍を没収され、国高は十五万国に半減した。これに輪をかけて、綱則の浪費などがたたり、米沢藩は莫大な負債を抱えるようになり、八代藩主、上杉重貞は、江戸幕府への領地返上を一度は決意したほど藩は困窮してしまった。 重貞は、養子として、日向国高鍋藩主、秋月種美の次男を迎え、旧大藩主とした。この養子こそ、植杉春典、合して、植杉養山である。細い兵衆を招兵して、失踪倹約と減税、植産工業の推進を図り、うちには、保守的な重心を粛清して、藩政の大改革を実施した。春典が最も重要視したのは、 神殿開発による収入の増加であり、これを補完するための用水路整備を実施した。この灌溉整備で活躍したのが春のによって登用された米沢藩環上等黒井藩士郎である。藩士郎は1794年、完成6年より黒井石の建設に着手、上石と下石の二方向に分水を行って農業用水の導水を行った。上石は 総延長約5里、約2 0 0 k m 下関は総延長約4里、約1 6 0 k m の用水路であり、6年の歳月をかけて1800年、完成12年に完成した。さらに、飯出山地の豊富な雪解け水を利用するため、荒川の支流である玉川から大玉白川へ、導水するための飯出山、穴関が1798年。 完成10年より建設に着手され、20年の歳月をかけ1818 18年、文政元年に完成した。こうした考え設備の整備によって、米沢藩は次第に財政が回復。春のは中高の英主として後世に称えられた。西条川は内陸の重要な交通路としても利用された。周運の発達によって西条川の稼働整備も必要となったが、 西条川は中流部下流部にかけて難所が多く、水運発達の最大の懸念となっていた。川口部の坂田は、戦国時代には、井や博多と同様の自治公安都市として、大渦市一の商業都市に発展していた。関ヶ原の戦いの後に、坂田を統治することとなった。最上義満は、坂田と山形を水運で結ぶために、西条川の稼働整備を行った。 最上川中流部、通称、最上側の三南所と言われた御殿、三ヶ瀬、早草の瀬、在野村山市の3地点を改作して、川幅の拡張と川底の掘削を実施、周運の円滑化を図った。これにより水運は発達し各所に船着き場が建設された。その後流通経済の拡大によって、さらなる周運整備が求められた。1659年、 万治2年には、幕僚前の輸送を受け負った、江戸の商人、正木藩左衛門らが坂田から江戸を結ぶ、西回り航路を開通させ、坂田は、さらに重要な経済都市として発展していった。1693年、元禄6年、第四代米沢藩主、上杉綱則の時に、米沢藩御用商人であった、西村旧左門は、坂田と米沢盆地を結ぶため、 一万七千両の拒否を、投じて最上川上流部の難所であった芋川京、黒地点を改作し、長崎、後の中山町から、荒戸、白高町の通船工事を完成させた。米沢半領内にある、最上側の荒戸よりも上流は、松川通りと呼ばれ、ぬかの目、高畑町、宮、長井市、勝部、白高町の菓子には、藩の陣屋が設置された。 最上川は、中流部から下流部にかけて、最上橋や、三南所のような橋作部が続き、さらに激しく蛇行していた。加えて、春季の融雪などで水量が豊富な上に川橋、係数、災害流量と最小流量の差。大きいと水害の危険が高いが大きく、一旦大雨が降ると水害に悩まされた。だが、 なおえ、加熱具の石底やもが義光の改作工事の他は、江戸時代を通じ大規模な治水事業は行われておらず、融雪洪水や豪雨、台風による水害が流域に度重なる被害を与えていた。明治時代に入ると、最上側にも欧米各国の近代化線工法が導入され、治水事業が本格的に実施されるようになった。契機となったのは1909年。 明治42年4月の融雪洪水である。1919年、大正6年、内務省による直轄改修計画がスタートしたが、最大の懸案は、最上川と赤川の分離である。山形県第二の河川である赤川はかつては、酒田市で最上川に合流する佐上川水系の支流でった。1921年、大正10年に、 赤川放水路建設事業が着手され、最上側に合流していた赤川は、直接日本海に向かって分流させるようにした。赤川放水路は1936年、昭和11年に通水したが急流路である急、赤川はそのまま、もがみ川に注ぐ形で残された。中流部、上流部では1933年、昭和8年より、 最上川本川 79.0km、支流 19.0km に及ぶ堤防建設を行って、山形市、米沢市など主要都市を水害から防除し、上中下流一貫した形での治水整備が開始された。同時に、合算山麓部の大量の土砂流出による土砂災害を防ぐため、内務省は1937年、昭和12年より、 直轄砂防事業に着手している。だがその後の戦時体制に伴って事業は次第に遅延、中断を余儀なくされた。また、この時期は秋田県出身の内務省土木研究所長、物延長おさおによる加水統制事業が青森県の浅瀬石川などで実施れていたが、最上川では多目的ダムの建設などは計画されなかった。終戦後全国各地で、 台風や豪雨による水害が発生したが、埼玉川水系でも例外ではなかった。1948年、昭和23年のアイオン台風、翌1949年、昭和24年の危機台風と連続して台風の被害を受けたが、1950年、昭和25年には年に4度も洪水による被害を受けた。 4月1日から2日には、融雪洪水で124個が浸水。6月4日から5日には、梅雨前線豪雨で302個と、約1630ヘクタールの農地が浸水。被害の板出が回復しないうちに6月22日から23日には、再度豪雨災害を受け80個と、約800ヘクタールが浸水被害を受けた。そして8月3日から4日に4度目の水害が、 発生し723戸が流出、浸水、約3870ヘクタールの農地が被災、国鉄千山線の面白い山トンネルが崩落する被害となった。こうした相次ぐ災害を受け、多目的ダムによる河川総合開発事業が埼上川水系でも計画された。百四十九年に経済安定本部は全国獣水系を対象に、 河川海底改修計画を策定し、西上川水系は、北上川水系、成瀬川、江あ川水系と共に対象になった。そして最初に着目されたのは、長石を流れる大板の川である。川橋係数が大きい大板の川は、大雨が降れば洪水、日照りになれば渇水と極端な河川であったが、河川改修は不十分であった。このため、 山形県は、野川総合開発事業を策定し、補助多目的ダムとして、関野ダムを1953年、昭和28年に建設することで、治水、利水に充てようとした。ところが、関野ダムだけでは、当初の目標を達成できないことが判明。このため上流に木地山ダムを1961年、昭和36年に建設して補強することで、 追い玉の川の地水と長石市の農地管外が確保された。1954年、昭和29年には国土総合開発法が施行されたが、埼玉川水系は最上特定地域総合開発計画の対象地域となった。これ以降総合開発事業が推進され、酒川流域で河川総合開発事業が着手された。 当初は、酒川支流の真室川に釜淵ダムが建設される予定であったが、その後計画が変更され高坂ダム、酒川が建設された。下流の庄内地域では、赤川放水路が1936年、昭和11年に改作されたが、急流路がそのまま、残存していた。このため赤川を最上側から完全に分離させる。 締め切り事業が行われ1954年に完成。赤川は埼上川水系から分離され、赤川水系として独立した。中流部では建設省、現国土交通省の直轄管理区域が拡大し、1962年、昭和37年には中流部の約 63.0km 区間で建設省による堤防整備などの河川改修が実施された。 ところが1967年、昭和42年8月28日に、上え豪雨が流域を襲い、追玉地方を中心に死傷者145名、浸水家屋16,610戸、堤防決壊158箇所、被災の地ち約14,437ヘクタールという甚大な被害を受け、激甚災害法に指定された。さらに1969年、 昭和44年8月には、庄内地域を中心に、豪雨災害が発生、死傷者12名、浸水家屋4086戸、堤防決壊68カ所という庄内では、過去最悪の被害となった。これらの豪雨災害を受け建設省は、最上川水系の治水対策を抜本的に変更する必要に迫られた。折から1965年、 昭和40年の改正河川法施行で、埼上川水系は一級水系に指定され、水系一貫の河川整備が要求された。建設省東北地方建設局、現、国土交通省東北地方整備局は、埼上川水系工事指本計画を策定、特定多目的ダムによる洪水調節を計画に盛り込んだ。 老い玉白川に白川ダムが1980年、昭和55年、賀江川に賀江ダムが1990年、平成2年に建設され最上川の洪水調節を図られた。山形県も補助多目的ダムとして、蔵王ダム、真見ヶ崎川、白水川ダム、白水川、綱木川ダム、綱木川などを建設して最上川支流の治水を行った。 こうした事業に加え中流部に有水池である大久保有水池が1977年昭和52年より建設され1997年平成9年に完成したこうした治水整備によって最上側における水害は減少し1997年の豪雨では上越豪雨に匹敵する洪水だったにもかかわらず浸水家屋67戸と被害を 最小限に抑制することができた。明治以降、埼上川沿岸の農業用水確保は、欧米の先端技術を早くから取り入れていっていた。短所となったのは1911年、明治44年に、坂田市ゆするべにおいて、用水機場によるポンプ取水開始されたことである。米国ゼネラルエレクトリック社製の用水機を使った、 この方法で600ヘクタールの開墾が図られたことにより、一挙に最上川流域の農地において用水機場が各所に設置された。これは、洗浄地の用水確保が限界に達していたことがあり、従来は技術的に難しかった最上川元川からの取水が可能になったことも関係する。だが、用水機の過剰設置によって、今度は、 火水自体が減少するという皮肉な結果となった。こうしたことからため池よりも大規模な農業用貯水池を建設して水源の確保を図ることが考えられ、1944年昭和19年に昼沢川,川に昼沢ダム、昼沢湖が建設された。戦後に入ると農林省による国営農業水利事業が1947年昭和22年より、 全国的に展開され、山形県内においても、総合的な灌漑整備事業が展開されることとなった。その第一弾は、山形県による河川総合開発事業、野川総合開発事業であって間の木地山ダムによって、長井市の最上川左岸部、大間野川流域で600ヘクタールに及ぶ新規開墾が図られた。以降林省や山形県による農業水利事業、 灌外排水事業が実施されてゆく。米沢盆地においては、国営米沢平野農業水理事業が行われ、水源として、三作盆ダム、刈安川が1971年、昭和46年に建設され、1982年、昭和57年に完了している。新庄盆地では1952年より、国営線田川農業水理事業が行われ、 1963年、昭和38年に、マスサワダム、マスワ川が完成して水源が確保され、1967年に完了している。同年には、山形県によって、諏訪関農業水理事業が完成し、1615年、慶長20年に、山形藩により建設された諏訪関を完了して、取水量を増加させる事業が行われた。さらに、 村山地方においては、国営村山北部農業水利事業が進められ、山形県の農業用ダムとしては、最大規模の新鶴子ダムが入川に1990年に完成し、ダム、投資校、用水路、用水機場といった説の連携によって、効率的な農業用水供給が図られた。庄内平野では1968年、昭和43年より、 国営も上川下流岩農業水理事業が実施され、上杉影勝重心、天笠す系によって基礎が形成された。最上川祖水の水源として、最上京最下流部に草薙頭港が1970年、昭和45年に完成し、祖水の水源として400年来の悲願が達成された。左岩部についても1612年。 慶長十七年に、もがみよしみつ重心、北立としながが整備した、北立大関用水路の改築が図られ、最上川投資校より、北立投資校を経て最上川左岸部の農地により、安定した水供給を行うようになった。だが、川橋係数の大きい最上川は日出りになると、水量が減少。1973年、昭和四十八年1978年、 昭和五十三年千九百八十四年、昭和五十九年千九百八十五年、昭和六十年の渇水では、草薙投資校や埼上川投資校の取水能力が減衰するほどの渇水被害に遭遇。その度に最上川を仮締め切りして、水量を確保しなければならなかった。このため渇水時にも仮締め切りをせず、両投資校への安定した水供給を図るための、 施設が必要となった。建設省東北地方建設局は、農林水産省東北農政局の国営最上川下流沿岸農業水利事業の関連事業をして1987年、昭和62年により、最上川中流関建設事業に着手した。この中で、河川環境に可能な限り影響を与えず、かつ、臨機応変な水量調整を可能にするため、 石の水門はゴムを空気で膨らませて大きさを調節するゴム引き根の正規複税器通称ラバーダム方式を採用することとなった。1989年、平成元年より6年の歳月をかけ1995年、平成7年に完成した埼川さみダレ大関は日本最大級のラバーダムとして庄内平野両岸の農業用水を安定して供給している。 最上川水系は、急流で水量が特に春先豊富なことから古くから水力発電の適地として注目されていた。東北地方では、早くから電源開発事業が進められており、1898年、明治31年には、佐賀江川に白岩発電所が建設されていた。これ以後も、合算を水源とする河川を中心に水力発電が数カ所建設され、 朝日山地以外では1935年、昭和10年に、セミ発電所が上昇国側に建設された。当時は小規模な自家発電事業や、限定地域への送電用として建設されていたが、日本発送電の成立と解散を経て、最上川水系の電源開発は、東北電力によって手掛けられるようになった。東北電力は、最上川元川に、元川唯一のダムとなる。 上里ダムを建設し、認可出力1万5 4 0 0ットと当時では、最大規模の水力発電所である上里発電所を1962年により、稼働させた。一方、公営発電事業を推進する山形県企業局も、野川総合開発事業による、関の木地山ダムで発電事業に参画したのを皮切りに、追い玉白川、酒川、旭川で、 水力発電事業を行った。その後火力発電にシフトされることで、水力発電事業は下火になるが、オイルショックを契機に水力発電が見直され、再び水力発電事業が行われるようになった。東北電力は建設省が施行する、境ダムを利用した、本道寺水力発電事業に参画していたが、これはダム地点より上流で1938年、 昭和13年に完成していた、給水が、トロダムを水没によって、失うためで、下流に逆調整地として水が、トロダムを建設し直し、発電能力を増強させる、水が、トロダム再開発事業を1980年より、実施した。佐ガ江ダム完成と同時に、ダム再開発も完成し、本同時、水が、トロ両発電所は合計の認可出力が8万。 キロワットと最上川水系最大の水力発電所となった。現在最上川水系における全水力発電所の送認可出力は202,700キロワットに達しているが、その3分の1は両発電所によってまかなわれている。最上川水系では前述の治水、利水事業によって水害の減少と飛躍的な農業基盤整備が図られた。 治水事業として、置いたまの川に長いダムが建設されたほか、現在は、三南所と呼ばれた、村山市大淀地点も上川に、大淀分水路の建設を行っている。この地点は、ヘアピン状の極端な蛇行部位となっており、洪水流下の大きな阻害要因となっていた。国土交通省は、蛇行部の半島部位を貫くトンネルを建設して、洪水時にはまっすぐ流下させることで、 村山市内の淡水被害を軽減させようとしている。このほか堤防がまだ建設されていない部位の早期整備や山形市内での鉄道橋かけ替えなどで洪水時にスムーズな流下を促し市街地への浸水被害を防止しようとしている。だが公共事業見直しの機運の中で、最上小国側に建設が予定されている最上小国側ダムについて、 ダム建設の是非をめぐる論争が続けられている。もがみ国川ダムは、洪水調節のみを目的とする、県営ダムで、平常時には水を貯水しない、穴空きダムであるが、水没住民や一部の流域住民から、建設反対の声が上がっており、現在事業者である、山形県と接触を続けている。2006年、平成18年には、全国のダム反対運動に関わっている。 天野霊子らが反対運動に加わり、ダム建設撤回を要求している。ダム問題について影響力の大きい天野の参入により、ダム事業の転換が期待される一方で、流域に全く関わりのない人間の介入により、ダム事業の長期化、治水事業遅延に対し危惧する意見もある。西条川は奥の細道でも読まれるなど古くから全国的に有名な河川の一つであり、 最上京の川下りを、はじめ多くの観光客が訪れる。このため河川開発についても、環境保全と景観保護が重要視され、堤防建設においても、桜包みを各所に設け張るには、桜と最上側の美しい景色を作ることを、国土交通省は、最上川水系河川整備計画に盛り込んでいる。大淀分水路にしても、付近一帯が継承地であることから、 環境開閉を最小限に抑えることを大前提とした事業計画となっている。今後はより環境に配慮した河川開発が推進されるものと見られている。最上川水系では、治水、離水のための多くの河川施設が整備されているが、初見は、江川,川にある固定税駅二の席と言われている。戦後、老いた間の川に関のダムが1953年、 昭和28年に建設されたのを川切りに、多目的ダムが埼上川水系に、次々建設された。1967年、昭和42年の植津豪雨を機に建設省、現国土交通省によ、白川ダム、大玉白川、佐賀江ダム、佐賀江川、長江ダム、大玉の川の特定多目的ダムが建設された。一方山形県によって、 補助多目的ダムである津垣川ダム、津垣川と、富山川ダム、富山川が現在建設されており、最上小国川ダム、最上小国川は、建設をめぐる議論が続いている。農業用としては昼沢ダム、昼沢川が1944年、昭和19年に建設され、戦後農林省、農林水産省の国営農業推理事業によって、 多くの農林水産省直轄ダムが建設されている。この中では、ニーツルコダム、ニューカワが最も規模が大きい。農業水利事業によるダムは現在建設されていない。水力発電用は小規模なものが多いが、上里ダムは最上川本川に建設された唯一のダムである。特色としては、日本屈指のラバーダムである最上川サミナレ多い。 都道府県営ダムとしては、珍しい中空重力式、コンクリートダムが2基建設されていることである。なお、最上川最大の河川施設は、佐賀井ダムである。中黄色欄は建設中、計画中のダム、赤色欄はすでに水没、または水没が予定されているダム、2011年現在。最上側の川口付近には、海岸砂丘や砂子などの特徴的な地形が、 形成されているほか、ヨシやオギなどの水生植物群落や、被災防止を目的とした黒松植林地、庄内平野の水田地帯が広がっている。これらの自然条件から、最上川川口部は、ガンカモ類や、白鳥類のトライチとして、重要な地域である。その他、クロツラヘラサギやヘラシギなどの水鳥、オジロワシやオオワシ、オオタカなどの猛禽類の生息も確認されている。 これらのことから、最上川川口部及びその周辺域は、2005年、平成17年11月1日に、国指定最上川川口長寿保護区、集団と来地に指定されている、面積1537ヘクタール。また、環境省が選定した、日本の重要湿地500、日本の音風景100選にも選定されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。